イラストパン と、アイシングクッキー講師のミョッピーこと高橋薫です。笠子塾を受けた感想は、最初はちょっと怪しい集団だなって思ったんですけど、実際やっぱり宿題とか毎週こなしたりとか、やっぱりやっていくうちにすごく自分の棚卸しができたし、良かったな、参加して本当に良かったなっていうふうに思ってます。プレゼンなんかはどうでした？いや、もう本当に前の日にダメ出しされたんですけど、それで本当に自分が何やりたいのかとか、人生見つめ直すことができて、私にとってはすごいいい機会でした。あと何か感想とかあったりしますか？もう笠子さんに会いに何回も行くと思います